浜にいまして、今日はこちらに泊まりたいと思います。本日泊まるのは、こちらですね、横浜ベイシェラトンホテル&トワーズ。はい、初めて宿泊するんで楽しみです。それでは近くに行ってみましょう。多分ここら辺は有料ですね。はい、で部屋はこんな感じです。まあまあな部屋ですかね。そんなに狭くもなくいいんじゃないでしょうか。でバスルームです。ホテルなので、見えますかね。今、ホテルの窓に、の前にいるんですけども、すごいですね、横浜駅が一望できる。本当に真下に横浜駅っていう感じで、とても見晴らしがいいですね。これは良かったと思います。今ですね、8時半ぐらいなんですけども、今からこちらのベイビューっていうバーにね、ちょっと行ってみたいと思います。
席に着きました。こんな感じとなっておりまして、ピアノの生演奏とかもねされております。シャンパンを注文いたしました。夜景映ってますかね。こんな感じでね、シャンパンをいただけて雰囲気がこんな感じになっております。いやすごいですね。宿泊者の方はテーブルチャージ2000円が1000円になるということだそうです。でこちらのシャンパンが1杯賞味の1980円で1杯で3000円っていう感じですかね。さすが横浜を一望できるこの夜景とお酒でやはり高いですね。はい、一度ぐらいはいいかと思います。それではチェックアウトいたしました。今回ですね、1泊1万9000円ぐらいでした。まあちょっと、お高めですかね。さすが横浜っていう感じですよね。で残念ながらね、今回、SPG アメックスのゴールド特典であるビューアップグレードはなかったっていうことでね、本当に多分一番下位クラスの部屋だったんじゃないかなと思うんですけども、でもですね普通に快適でしたので、まあこれはこれで良かったんじゃないかなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。役に立ったでしょうか。役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。